朝や旅のさゆです。今うぐいす谷駅からとことこ歩いております。ここうぐいす谷はかなり大人な、ね、場所なんですけども、今から行くホテルは本当に可愛くってテンションぶち上げみたいな、そんな感じのホテルでございます。方向音痴の私は Google マップが手放せません。とことこ歩いていくと、ここいっぱい線路があるから楽しいね。さあ今からね、今日泊まるホテルに荷物を預けに行きたいと思います。うぐいす谷駅初めて降りたな。なんか結構さ、イメージは大人な世界の街って感じ。治安バチクソ良さそう。一昨日通りにぶち当たると目の前にこの建物が今から行くところ、見えてきた。すごいコンパクトで可愛い。全身鏡が入ってすぐにスリッパもあるよ。こちらがハンガー。なんて可愛いの。ヘアドライヤーとファブリックミストと靴べら。こちらルームキーと朝ごはんとレストランの 10% オフ券。コーヒーセットがあります。ティーはね、もうディルマだ。紅茶と煎茶がある。コーヒーはね、ないみたいですよ。はい、中の引き出しは特になく、おしゃれな椅子。冷蔵庫の中は空っぽです。ワッフル地のパジャマ。そしてででーん、これダブルかなと思います。なんか天井の色とかも全ておしゃれなんですけど、ビューはこんな感じ。うわ、うぐいす谷感。ここね、最上階なんですよ。お風呂。ああ、はい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 。コンパクトの極みみたいな感じのお風呂だね。いやー、可愛すぎるでしょ。これシャンコンボディソなんですけど、おしゃれな色味。ボトル可愛い。これがフェイスエンハンソープ。歯磨きとコットンセットとカミソリがあります。こちらのホテルは貸し出し品がすごく大量にありまして、優しみにあふれてるんですよ。基礎化粧品とかクレンジングとかさ、化粧水とかそういったものも確かいただけたはず。基礎化粧品借りれるリストの中に入ってたので借りてみました。マイルド洗顔フォーム、化粧水しっとりマイルドオイルクレンジング。だクリームとか乳液はないので、やっぱり皆さんちゃんと持ってきた方がいいかもしれないです。ちなみに全て無印良品のものを貸してくださいました。かわいい。色味もいい感じ。なんとね、もう本当にただのご厚意なんですけど、今まだ12時前なの。荷物預けたついでに充電できるとこないですかって伺ったら、一応お部屋はあるのでチェックインされますかって言ってくれて、させてくれました。ありがとうございますとのことなので、ちょっと充電をして、私はね、うぐいす谷の町に台東区北区あたりをね、ちょっと放浪しに行こうと思います。それでは、身軽になったのでできます。
けど美味しそう。いやー美味しすぎた。今日ね東京は7度ぐらいなんですよ。2月、寒すぎと思ってお昼どうしようかなとか思ってたんですけど、まあ、ラーメンの文字見たらね抗えなかったよ。すごいレトロな。いただきます。これが、わあ、わあ、入選。本当。だよ。カップラーメンがある。すごいんだけど。あとね、ビールだって。超絶可愛い。でもいっぱいある。てか、すごいな。タグイもね、超便利だよね。カフェもあるんだわ。 So cute! I love this, isn't it? ドリップだった。これはあのベジタリアンのチーズのなんかです。プラントボールっていうお肉使ってないミートボール。ビール。インディアペールって書いてあった。ちなみにこれ250円、70点限定です。なんかちょっとサルサっぽい味がする。うまい。なんだ、爆買いいたしましたね。まあ、全然変わってんだけど、すごい、こんなことになってたんだ。おかえりホテルということで、お茶を入れます。ディルマ、あのスリランカのお茶ですね。セイロンティーだって。イエーイ。いい香りですな。今日はすごいなんだかんだでいろんなところに回りましたわ。都電荒川線、改め桜トラム全通全乗りしたでしょ。でそこから岸母神駅ってところに、岸母神駅っていうところに行ってコーヒー屋さんでコーヒーゼリーを食べるからの大塚駅に行って、そこから思い立ってしまって原宿に行きましたね。確かそんな様子が挟まってたと思いますが、楽しんでいただけましたでしょうか。ちなみにウグイス谷から原宿は30分です。山手線で198円とかかな。じゃあ今から私はお風呂に入って寝ます。明日の朝はね Make your breakfast ということで朝ごはん付きのプランにしましたので、とっても楽しみ。このカードもさ、そう可愛くない。おやすみなさい。ございます。今日の
台東区は雨でございます。なんと私昨日今話題のクラブハウスに友達からね招待していただいたので深夜からめっちゃハマってしまい、なんなら今朝も聞いております。はい、でチリコークは8時5分です。朝食がねこちらついてますんでぼちこぼちこセットしていきたいと思います。こちらルームウェアでございました。なんか白じゃなくてグレーなのがかわいい。はい、今から着替えて朝食に行ってきたいと思います。ということでランドバウト東京宿泊機いかがでしたでしょうか。もうどこもかしこも映えって感じで、すごくねテンション爆上げというよりはウキウキした気分がずっと続くホテルだななんて思いました。最後まで見ていただきありがとうございました。ランドバウトめっちゃおしゃれじゃんと思ってくださった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。他にもホテルレビューだったりさよ旅たくさん上げてますのでぜひ他のビデオも見てください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。